どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。干したての靴下に卵の白身を入れる神、さやです。さやが何らかの神だったんだろうなということしかわからん。まあ神であるってことだけ覚えてもらえばいいよ。それだけ覚えて帰って。その偉そうな人です。初めての人帰らないでください。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、手がでかい。でけえな、確かに。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。消しゴム。消しゴム2回目なんですけど。確かに夏目さんち、はい、あの以前こんな感じでやったんですよ。消しゴムだけで書くっていう謎動画をやったんですけれども、はい、まあ、そんなのいいから、はい、飛ばされちゃったよ。今日はこっちがメインなの。じゃあもっとでかく書けよ。これなんで倍率なんか、これ書いてる途中にこれ2回目だって気づいたの。だとしても真ん中がずれてる。ということで今回やっていく企画はこちら。新年一発超巨大消しゴムハンコ作ってみた。右寄りヒュー。どこ行っちゃうのまあ皆さん消しゴムハンコといえばこちらですね。もう使ってる消しゴムなんで汚いんですけど、こんな感じ。ここにこうなんやかんや掘って、そうそう、こうペタンと押すものですよ、消しゴムハンコとは。お正月のね、あの年賀状とかで作る人いますもんね。もう年賀状がとか言ってね、年賀状の時期ですよ。年賀状の時期なんですけども、年賀状出す時期じゃねえのよ、もう受け取る時期だよ。でということで今回はもう我々は皆さんに年賀状を送りてえなと、はい、あの皆さんに効率よくかつ確実に年賀状をお届けしたいということで、動画の後半でスクショの準備を。 LINE で送れや、もうせめて。届いてるかもしれないんですけど、はい、今回普通の消しゴムはこんなもん。いや、そうね、はい、でそして今回、それで今回そうご用意したのがなんとこちら。どどーん、わーでっかいって感じなんですけど、俺を忘れちゃう困るぜ。ドドンっつった、ドドンっつった今。いや、ということで今回ねこれね、はい、家にあったから、うん、消しゴムハンコこれでやろうと思ったんですけども、なんとねこれ記念品なのね。非売品なのでこれちょっともったいないなということで、じゃあ他に巨大消しゴムってないかねっつって、はい、はい、巨大消しゴムって調べました。出てきましたこちら、お値段なんとだいたい1万円。もうお年玉ですよ。奪われてんのよこっち。吸われてんのよ1万円この人に。はい、まあ、今回これで消しゴムハンコをやっていきたいんですけど、はい、もうこんなサイズさ、ほら。いやもう本当に図鑑でよく見る、うん、人間のサイズ、トリケラトプスのサイズっていう感じだよね。確かに消しゴムハンコっていうのは、はい、まず脱がして、やだ、なんか変なついてる。はい、もう見てこのでか、でか、超でか。こんなでかい消しゴムにハンコを作るんですけど、うん、まあ、どういう風に作るかというと、ハンコって大体押して黒にしたい部分を残しながら他を彫っていくというやり方になります、はい、やっぱりもう年賀状にふさわしい絵をね、そうですよ、ちょっと描けたらいいなと思いつつ、はい、これをいっぱいドン、うん、ドンと連打していくわけですか、はい、いくわけですね、はい、ということで、はい、今回新年一発目の案件でございます。ありがとうございます。お正月といえば昨年の1月2日、皆さん覚えてますか、こちらの動画。じゃじゃん、ふすまにお絵描き、はい、やらせていただきましたよ。で、ふすまを家からバコーと外して、ね、そこに そのまま家からバコーと出てってね、出てったんだ、帰ってこないね。そう、どこ行っちゃったんだろうね、行っちゃったんだろうね。元気にしてるといいな。そう、もうダメだよもうやつは。やつも忘れるよもう。いや、っていうかもうそのね、はい、はい、昨年もご依頼いただいてる逆転オセロニアさんの案件でございます。ありがとうございま す。まあ、オセロがベースになった対戦ゲームですよ。今回は逆転オセロニアさんの方で連打の数だけガチャ無料、はい、連打ガチャっていうのが開催中です。すごい、はい、おのねの両力だけでいくってわけですね。そうですよ、もう叩く力のみで勝ち取る、そんなガチャがね、まあ、この機会に皆さん両力の両の字を覚えて書いてください、ね、両力の両の字書ける人なかなかおらんけど。まあ、ということでそちらのね、ガチャ開催の記念ということで、夏目さんちも連打できるイラストっていうのをね、そうよ、作るということで、はい、ハンコやっていきたいと思います。まあ、ということで今回はここにどんなのを彫るかというと、うん、我々夏目さんちからの年賀状だから、はい、合作のイラストにしたいよ ね。ここにこう2人の世界観を広げるようなイラストにしたいわけですけども、うんうん、はい、まあ、ということで簡単にまずはアイディアラフとして、はい、ちょっとハンコのデザイン考えてみようじゃないですか。行こうじゃありませんか。行きましょう。それでは
連打しちゃった。いいよそこ訴求しないで。どうしよう。待って、こんなちょっと待って、アイディアラフを考えなきゃいけないわけよ。こんなね、クリスマス VS 正月とか書いてる場合じゃないんだって。こいつのせいで絶対気が散ってるじゃん。我々はまだ見ぬ2021年のクリスマスに思いを馳せてるのにさ、さらにまだ見ぬ2022年のお正月に思いを馳せるなんてできないのよ。無理よそんな。未来なんて考えられない。私はもう目の前のことで手いっぱいなの。お腹すいた。今月の晩ご飯、今月の晩ご飯月に一度いいんじゃない？楽しいんじゃない？正月っぽ。待って、でも私らしさが足りないからここに弱き心入れよう。ね、何なの最近のその弱き心推しは。なんか本当に新レギュラーずらしてんじゃんそいつ。いやもう新レギュラーどころじゃないよ。夏目さんち MC だから彼。マジ？どっかにでも夏目さんちっぽいキャラクター入れたいな。今まで夏目さんちで使い回してきた便利なキャラクターたちを入れたいな。言い方はあるんだろ、もうちょっと。夏目さんち入れたらいいやん別に。クリスマスに取り残されてんじゃねえか、さんさん。2020年に来いよ。2020年はもっと取り残されてる。ほら、2021年のクリスマスに取り残されたさやさんだよ。そう、ゲンさんはどこ？2022年だからここにもいないのか。この辺か今。で、2021、ここが2021でしょ。で、ここが2022年。そう。で、ゲンさんこの辺。2020年、ほら。ちゃんとパース聞いてる。ちゃんとパース聞いてる。富士山でめでたい感だぞ。めでた。俺も富士山描こう。お前も？やだ、富士2つやだ。富士やんだ。うん、俺の富士カットする。いいよ、さやのこの富士。うそ、富士もうだってもう、あ、富士消さない。あ、富士。さ。踏みとどまったよ。今なんか心の案件ストップがかかったね。今かかった。これは今使ってもいいはず。まだ生放送だとしたら、うん、頑張って今生放送席にいるスタッフがフィッって今すぐ頑張って消した今。でも感じちゃったよ。危ねえ今。焦った。危ねえ。虎なんか書いてるもんだから近すぎちゃった。どうしようもはい、さあということで5分ぐらい余ったんですけども、はい、はい、まずはデザインできました。せーの、デドン。おお、いい感じじゃない。今回は、うん、僕は、まあ、新年なので、うん、虎とメカと、いやまあなんかいつも通りのものに対して、はい、虎を入れただけです。違うでしょ、ちょっともっと考えて考えてたんでしょ、ゲイさん。そう、あの デザイン理論とかいろいろ考えてたんでしょ。ゲイちゃん泣かないで。いやまあね、さやとのこうな視線の流れはゴチでうまく作りたいなと思って。いやそうね、ここにちょっと白い空白を用意したいですね。さや、うん、の方もなんかてんこ盛りやね、はい、うん、もうもはやもうゲンさんとつながったことによって餅がなのかなのかどうかなんかよくわかんないものを食ってる、うん、新年から誰が知らないものを食わされてること、うん、はい、あとこうだるまね、お正月か、ここなんか虎がいる子で、まあほらやっぱお正月といったらタコ揚げじゃないですか。はいはい、タコ。いいこと思ってきちゃった。俺の精神的負担を軽くするかつ、うん、非常に実用的なこと思いついちゃった。やってみていい？ゲイさん？何やってんの？なんで聞いちゃうの？ここに吹き出しがあるのと、ちょっと吹き出しの形クソ適当なんだけど、ポンって押した時にメッセージを手書きで入れられるんですよ。あ、確かにね。頭良くない？頭いいし、しかもなんか作画コスト違うよ。手書きの手書きメッセージ。動揺が激しすぎて何も説得力がないよ、ゲイさん。手書きの温かみが表現できるから。どうかな。いいんじゃないですか。ちょっと僕、うん、でもこれハガキサイズをはるかに超えてますけどね。まあこのサイズの時点でもなんかよいしょよいしょってなんかジャバラ折りにしないと送れないんですけどね。このサイズ。やだな、ジャバラ折りの年賀状。あ、まあ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 、はい、戻ってきて、はい、戻ってきました、ね、うん、まあ弱き心が2匹いるということだけはお伝えしたいという。まあ2匹いたんや。鏡餅を兼用してる。ナピメはどこ行っちゃったんだよ。こういう時のためのナピメだろう。プリンがみかんになってるのがナピメだろうよ。誰？ナピメだ。俺が助けてやるからな。俺が助けてやるから。あ、いいねいいね、餅に乗らすとこ。あ、そうそう、餅に乗せとこ。そうだ、俺が助けてやるから。お前のことは忘れないよ俺は。なんだピメ、俺原作者じゃねえからここまでしか書けねえんだ。ごめんな。原作者が忘れてるから。書けよ、責任持って。この辺虚無激しいな、このラピメ。はい、まあ、ということで今からこちらのね巨大消しゴムにしっかりこのもうちょっと線画として仕上げて、うん、彫っていこうと思います。ですが
まあ、今回のそのオセロニアさんのガチャをね、うん、引いて一回休憩挟んでからハンコを掘っていきたいと思います。さあということでハンコのデザインは今ねできたと思うんですけど、はい、ちょっとハンコ掘る前に、うん、オセロニアで開催予定の連打の数だけガチャ無料連打ガチャっていうの、あのハンコで連打する前にそうそうそう、まずはガチャで連打するの練習、そうです、もうガチャで連打の練習をしてこれからは僕たちが掘ったハンコも連打しやすいように、はい、もうねスナップしていこうと思いますよ。すごい、だってガチャするじゃないもんね、はい、連打するだもんね。しかもこれね、連打タイムがあるんですけど、はい、この中で最大4回まで再挑戦できるので、うん、ベストプラクティスを選出して引くことができるんですよ。でも連打の男のゲンじゃん、暴走の連打と言われたゲンさんだからねソニテーな意味を持ってんなじゃあ連打タイムに入ります、はい、20秒間の連打タイム用意はよろしいでしょうか。いきます、いけあキモいゲンさんで、キモい、あー頑張ってゲンさん、あすごいすごい頑張って、あと1秒待って、これ収録のコード外れちゃいそうで今ちょっと怖かったえ、限りなく成功に近くない、ゲン選手リレンダ、僕はゲン選手、はい、落ち着いて狙っていきたいところ、若干遅れが見られるか、ゲン選手若干遅れも見られますね。さあここから本気だ、さあここから本気だ、ゲン選手ラストスパート、ラストスパート、ラストスパートいけるのか、スマホが逃げています、ゲン選手マックス220を超えて223、本大会ベスト記録更新です優勝は優勝はゲンモロッソベストリーニ選手でした。誰、はい、あ引けるあすごいよ、残り220回って書いてある、120回分引けんの。あちなみにですね、今回のガチャのラインナップにはダーシェ、シエンティア、コノエなど人気ゴマも多数登場するということで、はい、はい、じゃあここからです、何が出るかな、何が出るか な, るかな、さあ虹のきらめきくい、あ来た、よし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 、おお、え、この子あれじゃない、いいですね、めっちゃレアなやつだ、うわかっこいい、おかっこいい、いいね、うるわしお姉様じゃん、あ、これがピックアップになってた、おーかっこいい、おー、めっちゃかっこいい、劇場レアめっちゃ出る、安心感すごいな、あと99回も弾けるんだぞ、すごいな、なんだこれ、かわいい、最後これ2個出ました、 ね理論値叩き出しました、220連打、皆さんもぜひゲンモロッソベストリーニ選手の記録を皆さんぜひ塗り替えてみてください、はい、はい、でこの乳酸パンパンな手で、はい、ハンコ制作に戻りたいと、え、そうよ、思います、思います。まあということでね、今ガチャを引いてきたわけなんですよ、連打しまくって、はい、本題こちらですね、またさあということで除光液を使ってまずはトナーインクを転写していくと、はい、はい、そして掘ってますね、掘ってますね、掘ってます掘ってます、この恐ろしい細かい作業よ、早回しされちゃっててちょっと切ないんだけどねすっげー時間かかったからねこれ、いやそうね、今回見ただけでわかるでしょこのなんか恐ろしさ、いやもう彫刻刀とカッターデザインナイフか、ねうん、を駆使してね、そうなんです、デザインナイフと彫刻刀を使ってこう溝を作ったりパコッと掘り抜いたり掘って外したりっていうのを、結構これ難しい、これねコツつかむまでねだいぶ失敗してたんでパーツが減ったりしてます、いやもう本当に、はい、わかる、だってあのこの後多分ね言われると思うんだけど、ね、はい、悲しい出来事もあります最後までお楽しみに、はい、ということで終わりました、終わったよ、終わった、ちょっとした悲劇も起きておりますのでその辺もね、はい、皆さんにご紹介しつつ、せーの、デドー、いい、頑張ったね、頑張ったね、結構あの絵のまんまじゃない、私もね、結構そのまんま見てください、うん、こうねほらちゃんと彫ってる、ボコボコボコしてるでしょ、はい、まあ、ということで、はい、どうでしょうか、こんな感じになって、これはこれでもうさすでにちょっと置物というかこうやって置いてあったらさ、これはこれでいいよね、あー確かに、ということでこちらハンコとかスタンプ用のインクが入ってるやつ、よくあるやつですね、はい、じゃこれをつけていきましょうでもしっかりつけて差し上げて、ギュッといきますね、あいいね、みちみちって、あでもさ、でもさ、ついてるついてる、え、いい感じでついてるじゃん、ね、黒くなってるよ、ね、大丈夫これ、あのいやだよこんな頑張って、やめて、ちょっと待って、言わない方がいい、あ、そうか、この国には言霊という力があるんだ、やめろよ嫌なこと言うで、じゃインクがつきました、じゃインクがついたので早速やっていきたいと思います、いくよ、せーの、よっ、ギュッギュッ、待って大丈夫、圧大丈夫、ちゃんと圧をかけて、いやそうだよ、ゲンさん、サヤさんを朝起こす時ぐらいの圧かけないよ、無言の、サヤ起きて、サヤ、なんか胸が苦しくなって32、1、うわー、
大成功。大成功じゃない？え、待って、結構大成功じゃない？ね、ちゃんと絵になってるよ、ほら雰囲気出てる。夏目と虎と2022夏目と、そう、こっちは僕が掘ってこっちはさやが掘って、あ、そうそう、ね、ほら殴られたの。かわいそう、ちょ、弱き心、弱き心ベシュベシュに殴られて。いいじゃない、ほかりさん、メッセージいるな。メッセージさやさん入れて、僕がもう作ってあげたんだから、せっかく。すごい音癖がましい。お、整いました。整いました、はい、もう2022年の皆さんへのメッセージですからね。はい、2022年夏目さんちからのメッセージは、健やかに育てよ人間。どの視点なんだよ神視点すぎるだろ年始から。はい、ということで本題の連打をしていくっていうのをね、無理やり実現していこうと思います。でんでん、10連引いてきました。10連引いてきました。ゲイさんぜーぜー言ってる重てんだよ消しゴムが。はい、ということで事実無根のパッションビート、みんなおめでとう。え、暇？みんな明けましておめでとう。空豆の気持ちを携えて、びっくり玉手箱配達の門松。いやお正月だねなんか言えよちくわ的敵つぶらな瞳とカサブランカ、ちょ、ゲン書いてねえ、この書いてねえ明けもっておめでとう限りなくうざい。適当じゃないでしょ、猫かわいいよね、じゃない。2021年も2022年も猫はかわいいでしょ、はい、まあ、トラ年ですしね。はい、いやー、まあ無理やり連打してやりましたよ。連打しましたよ。今、はい、こちら僕たちは15分かかってますが、連打するんで。オセロニアさんではね、20秒でもう220連までいけちゃうので、この後ですね、はい、オセロニアのゲーム対戦していきたいと思いますので、白黒つけていこうと思います。さあ、ということで、はい、ハンコを連打しまくったので、僕最後はですね、逆転オセロニアのもうメインとも言える対人戦ですよ。基本的なルールはオセロと一緒なんですけれども、普通のオセロと違うのは、各コマにキャラクターがあって、能力があって、うん、攻撃力など HP があって、オセロでこうひっくり返すという動作とともに攻撃だったりスキル発動したりっていうので駆け引きが生まれるっていう。そう、枚数より HP っていうね。そうなんです。オセロで勝つことも大事だけど、キャラクターの攻撃やスキルのね、発動などで逆転していくっていうのが醍醐味になってますので、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、さやさんと、ほら見て、このさやさんの好きそうな子 が、 これ1年前、ちょうど1年前に書かせていただいたアラジンくんじゃないですか。はい、まあ、僕は今回マバランスデッキという、はい、毎度毎度選ばせていただいてます、このデッキ。いや、もう私はもう神殴りデッキでいかせていただきます。神殴りデッキです、うん、神で殴っていきます。はい、ゲンさんに逆転されたくないんだ。なんなんでそれとしちゃおうかな。いやいや、調子乗ってますけどもね、そうよ、調子乗りまくってるよ。ボコボコにしてやりますよ。2022年の波に乗っていきたいってわけよ。お、でもなんかこの対戦画面からすでになんかさ、好みが出てるよね。ちょっと出ちゃうよね、アイコンのとこにね。ね、なんか染み出るよ ね。染み出てる、うん、さあ、よし、先行は黒なのでさやですね。はい、私ですね。じゃあま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 あ、お、ほら、どんどん削ったわ、はいはいはい、今こうやって HP が削れていくわけです。そしてコマはですね、青いところには置けるコマになるんですけど、黄色くなってたらスキルが発動できると、うん、なのでせっかくなので、この子のスキル発動できる場所に置いていきます。うわ、ゲンさん、君に見せてやろう、はい、コンボスキルってやつをな。うわ、出たよ。そう、キャラクター同士のコンボしてね、与えるダメージがあって強えのよ、それが。見て、この私の右側の子めっちゃ好きそうじゃない？めっちゃ好きそうだね、うん、これ前回も好きそうだったか。俺は取るぞ、角。あ、やべえ、コンボスキルの欲望に負けて角取られちったよ俺は取るぜ、角。だからな、イケメン見せてあげるよ。強いの来た、シンプルにとりあえず着実に相手の駒を裏返していきましょうね。あー、もうじゃあ一気にいっちゃいますか。はい、お、うわ、ガツッとね、ガツッとひっくり返された。ちょっとな、まだた、これですよ、これですよ、特殊ダメージ。うわ、なんか食らったが、はい、盤面のコマの総数 ×200 の特殊ダメージという。はい、お、コンボスキル。うわ、ちょ、なんで僕の方にコンボスキル来ないんですか。うちの子の赤いいからさ。そういうこと。うん、来ましたよ、コンボスキルが使える場所が。貴様にバレてしまった、コンボスキルのマークが、はい、行きます、コンボ。うわぁ、え、コンボスキル向こう、なんすか何するの、やめて。君は一つ見落としていることがあるよ。くらえ、角。あ、やべえ、しかも結構いった。スーパーロボ、痛い、痛い。あ、あ、あとちょっと、あとちょっとだよ、うん、ここだ。出番じゃないよ、やめて。さあ、コンボ頼む、やめて。
行け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 、これだ。待って、危ない。マジや。やばい。これで行くんじゃないですか。ギリギリなんだけど。くらえ、俺のアラジ。大丈夫。耐える。耐える。やったー。マジ？アラジンの一撃って言いますものね。言わないよ。なんでことわざみたいに。はい、ということで今回はちょっとさやさんに負けてしまったんですけど、やったー、大逆転してまいりましたよ、うん、いやでも結構競ってたよ。いやそうね、だって超ドキドキしたもん。ちゃんと競ってたよ、ね、あの収録前 に, 前にあの5対4ぐらいでそのこの端末をね使ってずっとやってたんですよ。ちょっと収録分では負けてしまいましたが、ケンさん本番に強い女です。どうしてんなということで、先ほど僕が223連カンストさせた連打の数だけガチャ無料連打ガチャ、はい、ただいまね開催中でございます、はい、さらに CM 記念ということで超激戦 S 駒100体から好きな駒、そして超激戦 A 駒100体から好きな駒1体選んでもらえるということで、 S 駒の100体 A 駒の100体から好きな駒1体ずつもらえるという、おー、はい、豪華、とても豪華なキャンペーンも開催中ですので、うんうん、皆さん、はい、こちらもね合わせてチェックしてみてください。はい、オセロニア初めてやる方も、まあ今までねちょっとやってたけど、うん、ちょっと最近お休みしてたなって方もね、この機会を生かしながら、うん、皆さん連打してみてください。はい、で乳酸貯めてみてください、はい、もう乳酸でパンパンにしてください。もうお正月太りを解消してこれで。さっきのゲンさんの指の動き、うん、気持ち悪すぎて夢に見そうということで、概要欄から皆さんぜひ乳酸チェックしてっていう何チェックさせねん。乳酸じゃない、オセロニアのダウンロードのリンクありますので皆さんチェックしてみてください。みんなよろしくな。おかしいな、筋トレ動画みたいになっちゃった。筋トレ動画だなこれ